はい、ゴンズイガチでやっていこうか。スタイルド、はい、やっていくぜ。ラクトいるじゃん。はい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 。なんかスプラの動画撮んの久々な気がするんだよな。最後がカーボンスプスピーシャーカー、誰だお前。お風呂か、お風呂くん。ローラーエリアだねこれ。エリアなんで、相手イカ忍者カーもいて、ちょっといろいろハンゴラ上げてきた。やばっす、その取るね。待て、なんだお前は。What？ 9番か。ウィータ異次元から飛ばされたかと思った今の。何？飛びます。なんとなくワイパーリーでやってるわ。どっちでもいいわ正直、ワイパーリーでもなしでもあまり変わらない。ずっとさ敵高でさトルネ打ってる人なんなん。これ一緒に行くわ。こうこうね。なんか朝だから、朝の X マッチってこんなに海外勢多いの。スプスピーなんとかしようぜ。あれ一緒に倒そうぜ。置いた置いた置いた。ジャンプ入ってない？大丈夫そう？逆にこれドリンクを飲まないことによって逆に相手が、うわ、なんでそっち行くの、バレちゃったやん。ちょっと首やりたいの、絶対持ってくるから。はい、バリア、こういう時バリア絶対勝ちます。これ見てってください皆さん、イカ忍者です、この人。はい、何何そのムーブ。あ、それダメですよ。はい、ハンコを強化したからといってそれを許すほど僕は差し替えませんよ。はい、普通に勝ち。ワイプいるこれえ、ワイプいる、ワイプいらなくない別に。あと今日なんか囚人服みたいな服着てるけど、これ昔から差し入れでもらったジュラピケなんですけど、これともう全く同じ模様のやつもらったことあるんだけど、洗濯しすぎてこの首がどん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 縮まってきて、首が通らなくなってさすがに捨てました。ね、力でグーってやったんだけどビリって破けちゃって悲しいけどやめました。でも4年ぐらい来たんで、大切に来たんで許してください。はい、次いきます。はい、井ノ原大渓谷。井ノ原大渓谷、なんかステージの名前について深く考えたことないけど、大渓谷ってなんやねん。渓谷って溝があるものじゃないの？溝なくない？そんなに。どうなの？この右の部分が渓谷。なんかマインクラフトでさ渓谷ってあったよな。なんか側面に結構なんか美味しい物資あったよね。なんかダイヤモンドとかもなんか結構近くにあったような記憶なんですけど、相手の構成全然見てなかった。はい、バレルがいて、はい、バレルがいて、バレルがいて、バリアブルもいて、それなんかそれさ最強なんだよな。一緒にいると思った。デコイチラシと、やっぱりね、デコイチラシいるところに敵ありと考えた方がいいですよ。あとローラー結構苦手ですって人いるじゃん、相手に。そういう時はね、インクの先端を見た方がいいですよ。こういう塗り状況で、例えば今俺が今塗った縦振り塗ったとことか、あと俺がいつも冷静にスプラ実況してるのにさ、ワイプを出すことによってさ俺が沼みたいな表情をしてるのがたまバレるっていうのが結構悲しいです。待て、ミス。はい、こういう時はすいません、今日今寝起きでエイムマジで温まってないです。これ言い訳とかじゃないです。はい、大好きです。今度は嘘じゃないです、マジで。いるくね、これ。お、来いよお前、逃げんのか腰抜け野郎。ああ来いや、朝だぞ今、朝だぞ、来いよ、朝寝起きだよ。そのさホップソナーとかいうさダサいスペシャルやめない？ダサいよそれ使ってんの。あ、それ死ぬよ。ちなみにエリア止められたくないから頑張って塗ります、マジで。ヘイト変えます。あ、死ぬ。エリア絶対塗られたくないんだけど、これワンちゃん、ワンちゃん、この、あ、お前足早すぎんねんて。マジエイムが温まってない、朝行っちゃうから。だがしかし俺はローラーがうまい。左降りてそうだけど、どう？やっぱりね、これカモン絶対押すんですよ、こういう時。カモン絶対押しましょうね、こういう時。なんでかっていうと、カモン絶対押した方がいいからです。そんなに深いことはないのです。勝ちかな。はい、2連勝。はい、完璧。ノーカットでお送りします。もちろん試合の合間カットします。はい、でも試合はノーカットです。はい、ナイス。強いねローラー。やっぱ最近甲子園練習してて、まあ、相手が上位勢とかでまあやってるんですけど、ローラーちゃんと強いです。はい、ローラーのちゃんと通用してるんで皆さん安心してください。ローラーは温まってます。 Let's do it。 はい、湯の穴大渓谷やっていこうか。さあ、マインクラフトの聖地やっていこうか。
マニューシャーかジム、はい、相手もジムいるかバリアブルか、うん、ダイナモー、お前はダイナモー、クワット気をつけろ、クワットパブル気をつけろ、ゾンビ戦法かい、ゾンビ戦法だな、ドリンクでクワットも突っ込んできて、イカ人がシャープマーカー、なんでお前がだけイカ人やねん、最高。さあ初動クワットが突っ込んでくるんで、クワットまず倒しましょう。全然突っ込んでこないな、冷静だな、お主まさか冷静なのか、これ死んだかも俺。クワット結構冷静、だいぶ左に追いやられてるな。なるほど、そのタイプね。これ初動負けたの結構俺先般ですね。先般というか、まあ、ローランでアグレッシブって死ぬのはある程度しょうがないですけど、音するな、タワット絶対取ってくるでしょ今、ほらね、音で分かりましょうね。あ、死んだかも、死んだ可能性あり。なんで生きてんのね、なんで今の縦振り生きてんのマジで。 What?本当にワッツなんだけど、あ、これ死んだ。えぐい。そのジャンプに対して縦ブレ当てたのに生きてるのは結構悲しい。さあ頑張ろう、さあ頑張ろう。ナイスキルそれ、いやナイスアイチジム、ナイスアイチ。うん、オッケーオッケーオッケー。結構シャーカーが重要無人タイプね、これ潜伏怖すぎんよ。早めにバリア、こういう時はね。はい、縦ブレ当ててます。はい、縦ブレ外したこと俺人生で一度も一切ない。はい、パブロ、あ、やれない。それね、こういうやつに対しては広く取りましょう。はい、パブロ上に対しての奇襲攻撃力ないので、しっかりと今みたいな感じで動いていきましょうね。ダイナも右スプリンカーからいるはず。あー、なるほどなるほどなるほど。無理せず生存、ドリンクついてるから絶対突っ込んでくる。これだから反対に行く、あえて。マジお前そのメガホンおもんない。いやー、それえぐい、えぐい。ダイナモンえぐいね。ドリンク戦法やれる、やったらでかいそれ。あ、惜しい、ナイスナイストライ。じゃあめっちゃ飛んでくるな、あそこ。こうやってさすがにこのぐらい盤面取れると結構苦しい。いったマジで、お前本当に悪口言われてるぞみんなに。いや、相手の攻めえげつらいんだけどマジで。右にダイナモン、右にシャーカーって感じだね。オッケー、これあえてこれバリアやっぱり。当たるのごめん。バリア完璧あったんだけどな。貫通しちゃった。バリアちょっとこれね、ちょっとだけ強くしてほしいな。今のとから判定が残ってんの。わー、ステージャン高めていく。いや、出た、でかい、ナイス。もうこれマジの殴り合いだな。これエリア取れたらマジでかい。エリア取れたら本当にでかいっす。どう?そこのところ。でかい!ありがとう。相手逆にステージャン、打ちまくってるんで、あの、ステージャン飛びまくってるんで、はあ、これ当たるんすか?マジで?ダイナモンデタラメの当たり判定に苦しまれてるな。苦しめられてる。左絶対配ってる。ダイナモン絶対倒したいんだよ、でも俺ら。めっちゃロー。頑張れ。お前、それで。前での強気すぎ。やばいかも、これ死んだ。ボコボコにされてます、この試合。でもこういう試合でも、あれしよう。採用しよう、頑張って。勝ちゃいいから。こういう試合も全然ある。相手との噛み合いとか、まあなんか、まあ、ドリンクでゾンビ戦法だからね。ある程度は仕方なし。ナイス、ナイスカーリング俺。お前も、お前のその横振りもう飽きた。俺こっから覚醒するわ。バリ貼っとこう。やばそうだから。右絶対いる。飛んできた。飛んできたってことは、飛んだ先がいるんだけど、右側いない?帰ったのかな、そいつ。さっきからね、メガホンがうざいんだよな、実は。痛いと思う方やめてね、人が。あー、クワッときたね。なるほど、ナイス、ナイスキルすぎる味方。これ右押さえるのきついかな。ドリンク来たね。こうワンチャンかけるわ。ワンチャンキル取れます、これ。もう一回振れ。ここ。オッケー。でかい。このキル。このキルで勝ったかも。イカに見えた。はい。完璧な3キルと。こういう彼が僕は動画を採用する理由です。これが。はい。4キル。ワイヤー 2S いつだぽ?オールダウン。かますぜ。脳震盪。結局こういうことなんですよ。あのね、不調でも諦めないこと。ま、いろいろ噛み合ってデスすることはあるんで、このゲーム。うん。
結局ね諦めないことなんですよ。どっかで4件すれば勝てるっていう、もう簡単な話、マジで簡単な話なんですよ。うん、ローラーとかは特にそうだから、相手にスペシャル切らしてとか相手のヘイト寄せて、まあ、デスする分にはいいかなと思います。というわけで、顔出し動画こんな感じで終わろうかなと思います。皆さん感想をねコメントお願いします。1000コメ以上じゃないとね顔出せないと思います。はい。